上上城天守跡、人呼びの丘、上上城,城跡の脇にある、林や屋敷跡の石碑本丸、上上城,城は、尾張国春飼群、上上、現在の愛知県葛飼市上上町に存在した、日本の城。市の中南部に位置し、上上城,城の東部を打ち津川、庄内川が、南北に流れている。小坂光吉は築城した後に、大見国へ移り住んでいたが、 林茂行の代に、上城城に戻り、名字を、小坂から、林と改正した。林家は、林茂行が、上城養水を切り開く、と代々地元の農業の振興に努めたと言われる。豊臣秀吉により城が、廃城になった後も、林家はこの地で、林茂刀をはじめ、林近平まで15代にわたって、庄屋に従事し、明治時代に至る。 天守台の頂上部には、今井金平と四季津彦命の地を建て祭っていた、コンクリート製のほこらの土台が残存している。この天守台は、天守が取り壊された後に村人を召集したり、水害や戦の際に、ここの頂上に登って、村人に知らせたことから、人呼びの丘とも呼ばれている。憲法6年、小坂光義が、上城を築城。南北朝時代初期。 神城入道が支配。後に、林茂之の代に大御国からこの地に戻る。文明十八年、当時の神城城主である、林茂雄が、人沈み、総広氏を招いて、菩提寺として大竹寺を解散。工事二年、清須城主の織田信光が、家臣の境大善により殺された際、織田信長の平召集に応じた、吉田城主の小坂九蔵は、 堺の軍勢により、打ち死にした。四次がいなかったので、信長は、家臣で急増の登園である、小坂祐吉に後を継がせ、上城城と吉田上城主を任ぜられた。祐吉は、信長の命令で家臣の佐久間氏ら約500人と共に、上城城に向かい、上域の拡張のため大改修を行った。同年、稲尾の戦いの際に、小坂祐吉は、 佐久間氏や家臣に、上上城,城と吉田城の周辺の守備を任せて、笹成政らと共に、戦場で戦い勝利を収める。天正十二年、小牧、長久手の戦いの際に森重の息子、林重とは、池田常之からの要請を受けて城石など旧石を修理して、砦を作り、道の案内などをした。雄吉は、伊勢国町島に出陣し、 ゆ吉が戻るまで、森川ゴン六らが常磐をしていた。池田常沖率いる軍が一時的に、徳川家康の本拠の三河国を攻める際に、足掛かりとしてこの城に入城し二泊した。常沖は、後に、長手で、徳川家康が率いる軍と衝突して、森長吉らと共に戦死している。天正十四年、豊臣秀吉は、上城,城や吉田城、 小牧にある諸城を取り壊すことを条件に戦いを終えたため、天守をはじめとした城の建造物は壊されたが、林重人が上上城,城跡に新たに屋敷を構えた。小牧、長久手の戦いの後、豊臣秀吉は自ら兵を率いて、流仙寺の岐路に、林重人の屋敷に来て、少しの期間滞在し、慶長年間初期秀吉がこの時の礼に獣刀を。 春日井郡五十七家村の総大将屋に指名し、林家は重東から林近衛の代まで王将屋として務めた。昭和52年5月20日、江戸時代頃に建築された現存建造物であった林氏屋敷の母屋が火事により消失。平成18年、春日井イ氏が調査した際に一部に水田高度と思われる創意が発見され、水田を埋め立てて、 上上場が築かれた可能性があると言われている。現存する北側の堀や土塁は、追記当初とは、型が異なっていることが確認されたことから、築城後に改修されたと見られている。本丸の跡地は、個人宅だったが取り壊されている。現在は堀や土塁等の遺構を残しつつ、本丸を月決め駐車場として活用しており、 石碑が混流されている地点から本丸部全体を見渡すことができる。本丸の脇に、林金兵衛の屋敷跡の石碑が二つ混流されている。城郭の形式は、輪郭式平常。本丸を中心として、周りを二の丸と三の丸で囲い、ドルよ三重に、堀をよ世に巡らされていた。三の丸の堀の西側を南北に水路が流れていた。かすが市内では、 最古の城で、市の中南部にある、春日駅のすぐ南側に位置しており、城の東部を内津川、庄内川が南北に流れている。城が建てられる以前は、緩やかな傾斜がある湿地帯であったと推測されている。長方形の車で、北西宮に、天守、南東に一箇所国宝が設けられていた。本丸の規模は、東西約75メートル、南北約50メートルの、 約3750平方メートルあり、現在の堀と土塁の飛行差は最大で約6メートルある。本丸跡地に屋敷が建っていたが、建物は取り壊され、石垣や土塁、堀等の遺構を見物するのが可能になった。本丸部分は月決め駐車場になっている。南西隅に石碑があり、堀が残っている。駐車場の南東側の脇に井戸が存在したが、 現在は残っていない。二の丸には、北西宮と、南隅の二箇所に、倉が、南東に一箇所国宝が設けられていた。本丸を含めた二の丸の規模は、東西約150メートル、南北約180メートルの2万7千平方メートルある。地内には、林市屋敷の重屋が現存し、堀跡は側溝などに、利用されており、その大部分は宅地化されている。 三ノ丸は、上城城の面積の約三分の2を占めており、南東に一箇所国宝が設けられていた。規模は、東西約370メートル、南北約340メートルで周囲と、北西から南東に土塁と堀を回らせていた。稲尾の戦いの際に、佐久間市が三ノ丸に屋敷を一時的に構えていた、ことから、佐久間屋敷とも呼ばれている。 城内に存在したとされる屋敷であり、上城城の復元図を見ると本丸から、南東方向に、柴田屋敷と書かれてある。密造院の文章の中に、大号城主であった、柴田七左衛門が、息子の柴田亀千代の病気の祈祷量として、上田御丹部を寄進した、との記事があり、柴田七左衛門の屋敷と言われているが、詳細は不明。鉄道路線バス自動車。 ありがとうございます。